知ることでゲームはもっと楽しくなる。どうも皆さんこんにちは、キンタンです。ナポレオンの仰せのままに、フォールアウト世界の解説動画を作っております。よろしくお願いいたします。というわけで今回の解説でわかることは、ジョン・ハンコックのすべて。フォールアウト4のコンパニオンキャラクターの中でも特に異質な存在であるこのナイスガイは、どのような歴史を歩んで今の彼となったのか、他の細かな情報も含め徹底的にお伝えしていきます。それでは早速始めていきましょう。ジョン・ハンコック徹底解説。ではまずはジョン・ハンコックという人物の概要からお話ししていきましょう。ジョン・ハンコックは2287年時点のグッドネイバーの市長であり、同時にグールでもある存在です。彼の特徴について簡単に言えば、実直で冷酷でリーダーシップのある薬物中毒者となりますが、完全懲悪の思想を持った偉大な人物であるとも言えます。フォールアウト4のコンパニオンキャラクターの中でも特に異質な存在であり、隠れファンが大勢いる知る人ぞ知る偉人です。日本語吹き替え音声を担当しているのは、龍が如くシリーズの主人公桐生一馬の声も担当している黒田隆也さん。その渋すぎる声とグールの外見から独特な魅力を醸し出す、とてもユニークな存在です。様々な場面で彼が発する一言がたまらないという人もきっとたくさんいることでしょう。ちなみに原作版では他のグールと同じように枯れた声をしています。It ain't just me. Who'd have thought a place with this much radiation could be so damn dull? You know what the glowing sea needs? A bar. Badly. What can I say? ではここからは、ハンコックがいかにしてグッドネイバーの市長となったのか、彼がどんな歴史を経て今の姿になったのかをお話ししていきましょう。ハンコックはもともとダイヤモンドシティの居住者の一人であり、多くの仲間と共に安全な居住地で暮らす一人の市民でした。当時はもちろんグールでもなく、噂によれば超絶イケメンの頼りがいのある人物だったようです。そして当時の名前はジョン。まだハンコックという名前はありません。そんなダイヤモンドシティでは新たな市長選挙が始まっており、2287年時点の市長マクドナウはその立候補者の一人でした。そしてマクドナウはグール撲滅を掲げて見事当選。その後すぐにその公約を実行に移します。当時のダイヤモンドシティには複数のグールたちが住んでいましたが、かつての隣人を居住者たちは追い出し、廃墟へと追いやりました。この町の市民はもともとグールに対して嫌悪感を抱いており、それにマクドナウが火をつけたことで驚くほどあっさりとグールは一人残らず姿を消します。居住者皆を仲間だと思っていたジョンはこれに納得できず、マクドナウに直談判をしにオフィスへと向かいましたが、その声は届かず、新たな市長はただ人々の意思を実行しただけだとほくそ笑み、相手にはしませんでした。しかしこの時のジョンは暴力には頼らず、ただ頭を下げて懇願するだけでした。そしてここで一つ彼とマクドナウ市長の関係について説明しておきましょう。マクドナウとジョンはかつて共に暮らす兄弟のような関係でした。二人は海辺の小屋で共に育ち、次第に心を通わせるようになったそうです。ジョン曰く、当時のマクドナウは典型的なガキ大将で、選ぶって強く生きようとする人間だったと言います。ちなみに二人が血縁関係であるという情報はありません。正式な名前ではないと思われますが、彼の名前はジョン・マクドナウ。マクドナウ市長自身のお話は物語がややこしくなるので、ここでは省略しておきましょう。そんなこともあってジョンはマクドナウにそれ以上何もできず、ただただ何もできない罪悪感と向き合い、街を去ることしかできませんでした。街を出てからは近隣の居住地グッドネイバーに身を寄せ、追い出されたグールたちを探して連れて行ったりもしましたが、それもうまくはいかず、ほとんどは馴染めずに姿を消します。
どうにもならない日々の中で、ハンコックは次第に心を病み、薬物の乱用が目立つようになります。目に入った薬物を片っ端から試してはハイになり、その無力感から逃れようとしたのです。そしてある日見つけたとある薬物が彼の運命を変えることになります。彼が使ったのは実験用の放射能薬物。もうお分かりかもしれませんが、彼はこれを使ったことでグールになり、今の姿となりました。彼曰く体験する価値のある肺とのことですが、その苦しみは想像もできません。ただグールとなってもジョンは変わらず、むしろそれを前向きに捉えるようになりました。そんなある日、グッドネイバーで新たな事件が発生します。その前にこのグッドネイバーについて説明する必要があるでしょう。当時のグッドネイバーはビッグと呼ばれる悪党が統治する2287年現在よりもずっとひどい場所でした。人々は武装したビッグの手下に見張られ、銀行口座のように扱われ、ストレスの発散にも使われていたそうです。ビッグが市長を務めるグッドネイバーはまさに無法地帯。しかし他に行く場所がない住人たちはそれでもそこに留まろうとしていました。そしてそんなある日、ジョンにとって忘れられない事件が起こります。とある晩、住人の一人がビッグの手下に何かを言った後、彼らによってバラバラに切り刻まれたのです。これはジョンを含め他の人々が見ている真っただ中の路上で行われた惨殺です。ジョンはこの事件を見ても何もできず、ただただ逃げるように薬物に溺れ、ハイになって気を失いました。彼はこの時、自分は何者でもないという無力感の中で、生きている価値すら投げ出す寸前でした。しかし目が覚めた彼の目の前には、かの有名な人物の遺志が転がっていたのです。ジョンが寝ていたのはグッドネイバーの中心に位置する旧州議事堂の中。そこで彼が目にしたのはマサチューセッツ州の初代知事であり、アメリカ独立宣言に最初に署名した人物、ジョン・ハンコックの服でした。そしてそれはジョンに何をすべきかを語りかけ、ジョンはその服を身にまといます。この時彼が何を感じたのか、何を思ったのかは分かりません。もしかすると薬物でハイになってみた幻覚なのかもしれません。ただ間違いなく彼は生まれ変わったのです。ジョン・ハンコックとして。話していいか。まだハイな状態が続いていたのかもな。とにかくその服が話しかけてきたんだ。何をすべきかとね。で、事件のことは頭から追い出し、その服を着て新たな生活を送り始めた。ハンコックのように。ちなみにハンコックが演説で使っている人民による人民のためのという言葉はリンカーンの言葉であり、ジョン・ハンコックの言葉ではありません。当時の連邦で正しい歴史を知る人は少ないので、どこかで聞いた言葉を使ったのでしょう。また実際の写真を見てもらえば分かりますが、このハンコックの衣装は現実の衣装そのままです。こちらは現在でも旧州議事堂に展示されています。1774年、イギリスの支配に強く立ち向かったジョン・ハンコックの演説をジョンが知っていたとは思えません。しかし彼はビッグの支配するグッドネイバーに自由をもたらすことを夢見るようになります。その後ハンコックは薬物の乱用をやめ、まともな生活を送るようになります。そしてその裏ではビッグを打倒するための義勇兵を募り、武器商人のクレオを説得し、武器の調達も進めていました。彼は仲間と共に廃墟で訓練に明け暮れ、ついにその時がやってきます。ある晩、ハンコックはこの計画を実行に移します。ビッグたちがパーティーで酔いつぶれるまで待ち、仲間と共に窓を突き破って突撃したのです。突然の出来事にビッグたちは発砲するまでもなく逃げ出しましたが、ハンコックはそれを許さず彼らを皆殺しにします。最後はビッグの首にロープを巻きつけ、旧州議事堂のバルコニーから放り投げ、その場所で彼は初めてあの言葉を口にします。人民のための、さあ連邦で一番の町はどこだ。自由に生きられる場所は裁かれることなく。
人々の心に刻み込め、グッドネイバー。これが彼の初めての演説であり、この日から彼はグッドネイバーの新たな市長となりました。そしてただ傍観するだけの日々はもう終わりにすると心に誓ったのです。自分の不甲斐なさをかみしめ、ただ逃げることしかできなかったジョン・マクドナウは、薬物によって人生から逃げ、薬物によって姿を変え、薬物によって使命に気づくことができました。現実世界のハンコックは病に倒れましたが、彼はグール、この先何年もグッドネイバーを統治することでしょう。戦後世界の生きづらさと人間の残酷さ、しかしそんな中でも正義を忘れてはならない。その過酷さから薬物に溺れ、たとえグールになってしまっても信念を持って世界と向き合わなければならない。それを教えてくれたのがジョン・ハンコックです。しかしこれはフォールアウト世界だけの教訓でしょうか。辛くてどうしようもないなら逃げてもいい。そうしているうちに自分を見失っても人はまたやり直せる。この過酷な世界を生きるためには時に新しい自分を見つけることも必要だ。まずは立ち上がらなければ未来は手にできない。たとえ醜い自分をさらけ出してでも。というわけでジョン・ハンコック徹底解説は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。ハンコックの服をまとい、銃を手にその場に集まった。グッドネイバー市民を見下ろした。何か言わなきゃいけない。最初の言葉は俺の言葉とは思ってもらえなかった。人民のためのってやつさ。